飲んで寝るだけ舐める。決まった。あざーす。よいしょ。うん。あ、でも。ちょっと若干涼しくなったな。ラミス、ケビ、ちょっと待ってね。まだ。水入れないと。いやいや。坊ちゃん調子悪くない？良くなきゃいいけど。俺結構ね、なんか、うん、シャキッとしてる。うん。ああ、オッケーオッケー。おい、おい、おい。うん。よかったよかった。あんたたち行くわよ。ケビー、レース。ああ、薄めに作ってるから逆になんだろう。飲みすぎちゃうな。ジャスミンありがとうバードン決まったあざーすビクトリーウェイエーウェイエーあざーすありがとうございますおろす。どうもありがとうございます。助かります。はあ。急に病いらっしゃい。ラー君、コンテありがとう。うん。お、俺の電動チャインコのバッテリーが充電終わったな。ケンちゃんありがとう。まあ、決まった。あざーす。ビクトリー。ウィー。よし。チャリ買ったん？ケニヤマ。いや、俺15万ぐらいの電池あり持ってるよ。だからそのバッテリーを今充電終わったよって言っただけ。なあ坊ちゃんな、俺のチャリンコちょっと変な形だけど乗ったら早かったべ。うわって。ケンちゃんありがとう。うん。お前チャリンコ乗れんのかって前からとか3、4、うん改造やめれやダメだよ早いだろおーみたいな乗ってみーっつってお前チャリンコ乗れんのかよっつってあの人ね負けず嫌いだから何でもやんの乗れるからはい、キララブロックでーす。さよなら。ごめんね。僕の彼女をバカにする人は全員ブロックでーす。うん。まあまあ。一応ね。もう充電終わってるからで今からバッテリー積んで
って入れて充電 100% で江坂まで行っちゃおうかな。エノキング公園まで、マリコーとか言いながら、マリコースピードは自分の力で漕がなくても24キロぐらいは出るよ。そっからさらに頑張るともうゲンチャリぐらいは出るけどね。出る出る、うんうん。うん、早いよラミ。だから最初さ、坊ちゃんにさ、いや俺電車なんだよって言って、なんそんなもんね、大したことねえだろみたいに言われたから、ちょっと乗ってみっつったら、あおおみたいな、勝手に自転車の方が前に行くって。行くよそれ、おめえ漕がなくたって行くんだから。上り坂なんか力入れなくても勝手に上がってってくれるからね。シュッシュシュッシュ。おっと、バッテリー充電満充電になりました。2時間ぐらいだからな、ゼロからフルで。それで50キロぐらい走れるんだから。俺のはね、バッテリーサイズで言うと、エコノミーにするのかフルでやるのかでも違うけど、まあ50キロぐらい、うん。だからマリコの家まで行ったら、帰りは帰ってこれないから、マリコの家に一泊して、マリコの家で充電してもらって、うんうん、で俺えのき公園でテント張って寝てるから、バッテリーだけ充電しといてみたいな、うん。そうそう全然、うん。おなあ、俺のいい運動にもなるしな。いや電動アシストとは言いながら、やっぱり漕がなきゃなんないから、うん。そうか、そうだよな。俺テントと後ろにも荷台が俺改造して作ったんだよ。あそこにテントと寝袋とかなんかさまざまなものを積んで、えのき公園まで行けば、あとLINE で「ここ俺バッテリーエンプティーなんで下まで来てくんねえかな」って言って「やだね」と言われたら終わりだけどね。うん、コンセント頼むわみたいな、うん知らないとか言いそう。そしたら俺えのき公園でロケット花火発狂モードで撃つからな、バン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 、うわっ。食べ物を差し入れしますね。
あれだろ、茶碗の粉入れたやつだろな。やめなさいよそれ。茶碗の、あ、茶碗の粉はやめてね。おー、でももう4時か。でもまだ明るいもんな。あー、でも昔に比べたら暗くなった方なのかな。なんかさ、配信会もまあ今日はほら、そのなんとかちゃんとなんとかちゃんが喧嘩したとか、そんな話題があったけど、揉めないで仲良くやればいいのにね。なあ、よし、これを終わってちょっと一回横になるかな。コッコちゃんはどうすんの。あー、でも寝ないな。だいたいベッドでゴロゴロしながら俺の方こうやって聞いてんね。フリフリックでこうやって打って。あー、大丈夫、治った。治ったっていうか、もうあんまりドーンっていうのはない。よし、じゃあこれにて俺の放送は終わるぜ。今日も楽しかったな。みんな一生懸命コメントしてくれてて、不思議かもよ。かもね、わかんねえ。そんなのをいちいち気にしてたらやってらんねえよ。タロちゃん、ありがとう。じゃあケンさんもマスケお茶店ありがとう。じゃあこれにておいちゃんのおいよ、ここありがとう。あとでな。お疲れ様でした。失礼します。いつもありがとう、みんな。サザエもありがとう。失礼します。